ができるピーントレシピ。5時5分はお腹がすく時間です。ついてきましたね。はい、そして昨日はハロウィンでした。はい、かぼちゃを使ったお料理なんで出された方も多いと思うんですが、かぼちゃ余ってませんか？そんなかぼちゃを使った今日はおつまみを作るんです。おつまみ、うん、酒が進みます、ね、はい、うん、ということでこちら作ります。かぼちゃとナッツとチーズのデリ風、うん、でさらにおつまみと言いましたが、はい、お子さんにはデザート感覚で楽しんでいただけるようなアレンジも聞きます。おそれはまた、はいはい、おしゃれに作ります。ではそのかぼちゃです。はい、あのかぼちゃってカズくん切るときにね、はい、結構怖いんですよね。そうなんですか？そうなの、硬くて、はいはい、ということでそこを解消したい、はい、ということでですね、まずはもうね、かぼちゃを一度レンジに加熱してます、はい、レンジで加熱してます。1分半しました。それがこちら。かぼちゃを切るときどうしても硬くて、包丁入れるんですけど、はい、ガタガタなってなかなか進まない。危ないですね。そう、怖い思いをね何度もしてるんです私。そして、はい、ここに火を入れているので、はい、包丁もスッと入りやすい。切りやすいですね。そう、うん、もうねスルッといきます。だいたい一口大に切ってくださいね、はい、よいしょ。かぼちゃを、まあ、これからね食べる機会も多くなりますよ、うん、旬は秋から冬と言われております。どん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 食べていきたいですね。あら私なんでまた入れているの？あら、なんで思いません？もう一度加熱をするんですよ。まあ、さっき1分半加熱したと言いましたが、はい、ちょっとまだ全体に火は入ってないので、もっとしっかり入れたいので、ここは30秒、30秒レンジで加熱してください。よいしょ。はい、じゃあ加熱してる間に移動しますね。はい、フライパンに何も入ってません。何も入ってません。そこに入れていくのが、はい、ナッツ類です。これもう空入りします。あ、そうなんです。油とかもじゃあいらないんです、うん、そうそうそう、いらないです。でこうやってねいっていきましょうね。うん、はい、ナッツこう食感がまたいいので、はい、そうですね、うん、アクセントになりますし、どうでしょうか、カズくんの元にこの香りは届いてますか？届きました。嘘、優しいありがとう。なんとかほのかに香ってきましたけれども。ほのかですね。ほのかに来てますね。はい、もうね、あのいることによってどんどん香りが増してきますので、はい、はい、そしてこの中に入れていくのが、その前にちょっとこの前かぼちゃの様子を見ましょうか。はい、はいはい、あ、オッケー。かぼちゃ、おお、いいですわ。かぼちゃの甘い香りもしますよ、うん、でここで入れていきましょう。これでね、かぼちゃの、はい、火は通ってますので、あとはもうささっといきますよ。ささっといきますよ。パパッとささっと。はい、ここで入れていくのがバター。結構たっぷりめに入れました、今日。はい、これでコクと、そして甘さもね、うん、プラスされますね。あ、いい香り。バター入れたらすごいですね。うん、香りしっかり届いてますね。はい、届いてます。よかったです、よかったです。で、絡めて、はい、これで、はい、実は、完成。あら、びっくりね。早いですね。早かったね私、はい、いりました。私、いらなかったですよね、もうね。めちゃめちゃ簡単でしたねお子さんでもできちゃいますね、これね。できますね。はい、よし、じゃあ移動しましょう。お皿に入れますね。はい、盛りますね。盛り付けます。でもね、ここで終わる豊崎ではありませんよ。お、まだまだ期待しててください。あるんですか？まだありますよ。これ炒める、もう和えるだけじゃね、まだまだワンランクツーランクも上を目指していきます。まだシンプルですもんね、今。そう、はい、ここにね入れていくのが、はい、今日はカッテージチーズなんですけど、はい、プロセスチーズでもクリームチーズでも結構何でもね乗せられるんですが、今日はこちら、はい、パラパラこういう風に。カッテージチーズ。カッテージチーズです。ちょ、おしゃれでしょ。おいおいおい、白が入りました。入りました。もうちょっと入れようかな。どうですか？ちょっと雪っぽいです。あ、そう、イメージそんな感じです。ポロポロっと入れてください。これでバッチリです。で、ここに入れるのがさらに、はい、レーズンです。レーズン、はい。はい。レーズンが苦手な方はどうしたら？あ、もう入れなくてもいいです。あ、本当？はい、大丈夫。もうお好きにどうぞ。はい。そして、まだ終わりじゃない。お、はい。ここでびっくりする。はい。これ。何でしょう？メープルシロップを入れます。
ですね。かけますね、はい、甘さも加わって、はい、でさらにここポイント、ここがいいんですよ、はい、このお塩をパラパラパラ、お塩パラパラパラ、そう、なんでお塩だと思いますか。メープルシロップかけましたよね、うん、かけました。その後にお塩ですか、はい、ちょっとわからないですね。甘じょっぱさをねここで引き立たせたい言えなかった、引き立たせたい要するに、はい、口に入れる瞬間に最初、はい、塩がきます、はい、そしてその後にメープルが来るということで、はい、そのお口の中のハーモニーを楽しんでいただきたいというのが今回のお料理なんです、はい、ということでもう完成しちゃいました。こちらです。あ、見た目もなんかこうデパ地下で売ってるようなお惣菜、おしゃれな感じになりましたね。かぼちゃドーナッツとチーズのデリ風です。では召し上がれ、はい、いただきます。はい、よいしょ。じゃあこちらを、あ、全部乗ってます。はい、よかった。うん、うん、うん、あ、美味しい。美味しい。確かにあの言ってた甘じょっぱさが最初に来て、うんうんうん、でかぼちゃがこう柔らかいのと、うん、ナッツのザクザク感が楽しいですね、うん、ねえ、でしょう、はい、でしょう。であのお子さんにはデザート感覚と言ったんですが、はい、メープルシロップを多めにかけると甘くなりますので、うん、デザート感覚で楽しめるお料理になってます。皆さんもぜひ試してみてください。ピントレシピでした。